ズナメニ聖歌の寄付何時の十字架を称える、王、主よ、何時の復活を賛美する。ズナメニ聖歌は、ロシア聖教会の伝統的な聖歌で、聖書メリスマを特徴としている。寄付法は、キリュウキ、または、ズナミオナと呼ばれる特殊な記号である。ズナメニ聖歌は、東方教会の、ビサンティン聖歌から出発して、ロシア聖教会の方針例で歌われ、 16世紀のモスクワで頂点に達している。この聖歌のメロディーは、聖教会の八丁になっており、曲は流れるようなバランスの取れたものである。ズナメニ聖歌の作者の多くは不明であるが、ヒョードル・クレスチャニンのように知られている作者もある。ズナメニ聖歌の伝統を残す聖歌には次のようなものがある。なお、セルゲイ・ラフ・フマニノフは、公共曲第1番の第三楽章。 第二主題に図画面に成果を引用している。また彼は鉄や等で図画面に成果6曲を使っている。ありがとうございます。